Let's go! 日本では信じられないかもしれないが、生涯共和党の支持者がトランプ大統領やデューシーアリゾナ州知事の言うことを信じて疑わない男性が娘の反対にも応じずマスクをせず外出しコロナウイルスで死んだ。日本で言うと安倍総理の言うことを信じて行動するというところでしょうか。このマスクの一件、トランプ大統領がマスクに対する姿勢を一転させたので、少し一般市民にも影響があるかもしれない。It is patriotic to wear a face mask when you can't socially distance. ソーシャルディスタンスができないときは、マスクをすることは愛国者としての行為だ、と大統領はツイートした。数ヶ月にわたり、公でマスクをすることを拒み続けたのを一転させたようだ。僕が思ったのは、彼のこの発言は賢い。Patriotic という言葉を使った。今マスクをつけることを拒絶し続ける人たちの頭にあるのはコロナウイルスではなく自由の侵害だ。だから大統領は愛国者という言葉を使った。Patriot というのはアメリカ人の理想。日本人でいうと侍が賊軍として死ぬことを恐れ、官軍としてあるいは仇を討って切腹して死ぬことを選んだ侍の頭の中に似ているかもしれない。この言葉は今もマスクを拒む人たちの意識をひっくり返すことができるかもしれない。なぜなら彼らの頭にウイルスの動向ということはないのだから。Patriot であるためにマスクをするだろう。アリゾナ州の39歳のクリスティン・ウルキーサは父親のマークに散々ウイルスに感染しないように外出を控えるように説得した。アリゾナはフロリダのようにロックダウンをいち早く解除した州で、現在コロナウイルスの統計のトップレーサーだ。クリスティンが父に外に出ないように説得すると、彼はお前の言うことは分かったけど、じゃあなんで州知事が外へ出ても安全だと言うんだい、と父は言った。日本に例えると、お前の言うことは分かったけど、じゃあなんで安倍さんと小池さんが外へ出ても安全だと言うんだい、と言ってるようなものです。クリスティンの父は6月30日にウイルスにより他界した。クリスティンの父は根っからのトランプ大統領とアリゾナ州知事デューシーのサポーターだった。私の父はトランプ大統領とデューシー州知事に裏切られた、と新聞の死亡記事で伝えた。アメリカの愛国心、パトリオティズムというのは20年住み続けた今でも圧巻される。僕はトランプ共和党の支持者でもなく、バイデン民主党の支持者でもない。ある意味政治にそういう意味では興味がない。現在までの世論調査ではバイデンが飛び抜けて上回っているようだが、ただトランプがまた勝つと思う。今アメリカが求めるのは経済と雇用の回復。バイデンにその力量があるとは誰も思わないだろう。コロナウイルスはバイデンであれトランプであれどうにもならない。この秋は、今年11月の総選挙はトランプが再選する、そう思う。それではまた明日。 See you later. Hasta luego.